皆さんこんにちは、川端成道です。こちらは一般社団法人未来音楽企画さんのご協力でお届けしております。今週は10月の国際文化会館での演奏からポルーナカベッサ、さまざまな映画音楽の挿入歌などとして使われたタンゴの名曲をお届けいたします。それではお聴きください。彼は今からおよそ100年前に活躍したタンゴ界の大スターでした。そして彼がアメリカやヨーロッパのさまざまな映画に出演したことによってタンゴが世界的な地位を得たと言われています。今日では戦闘ブーマンやシンドラーのリストなどの映画によってこの作品がさらに知られるようになりました。この曲が作られた当時の逸話として、ガルデルはある夜深夜にこの曲のメロディーを思いつきました。しかし彼は楽譜が書けなかったがために、知り合いの映画の音楽監督を電話で叩き起こして楽譜を書かせたと言われています。タンゴを奏するにあたり必要な要素、重要な要素、様々あろうかと思います。情熱、華やかさ、そして洒脱さ、もっと平たい言葉で言えばかっこよく演奏することなど、いろいろ求められるかと思います。しかし何より重要なこととして、タンゴを踊るにあたってはパートナーの存在は欠かせない。演奏するにあたっても共演者との呼吸を合わせること、そして共に同じ方向を向いて一つの音楽を奏でること、これが何より重要なのではないでしょうか。それでは本日はこのあたりで。川端成道でした。次回もお楽しみに。